ルバロワ技法による、打製石器製作打製石器とは、石を打ち砕いて作られた石器で磨きを伴わないもの。人類が道具を使い始めたのは200万年前と言われているが、当初は石をそのまま使っていた。その後、石の一端を破砕すると鋭利な部分が現れることが、わかり刃物として利用されるようになった。最初の打製石器である、歴器は、非対称で不定型だった。 しかし140万年前頃には石の周囲全体を加工して対象型に整えた石器が現れている。打製石器は時代に従って石を砕いただけの歴器から薄い白片を用いた白片石器、石の中央部を利用した石格石器へ移行し最終的には採石器が用いられるようになった。日本では主に旧石器時代から縄文時代にかけて使われており、 弥生時代に入って、金属器が使われるようになると、次第に減少した。魔製石器に対する語。打性石器の材料としては、黒曜石サヌキは、血岩などがある。旧石器時代の打性石器には主に以下のようなものがある。ハンドアックスブレードポイント他に、スクレーパーやナイフ型石器、掘り機があった。縄文時代になると、石碑、石属、石水。 石符、石やりなど用途に応じた多様な惰性石器が作られるようになる。これらはいずれも白変石器である。これに対し、石核とは、惰性石器を製作した時に残った石材のことであり、原石の芯に当たる部分から作り出された石器のことを石核石器という。a b c d e f g h u の国秋、とことん優しい切削加工の本日韓工業、新聞社。 2010年12ページ。AB 運の国秋、き、とことん優しい切削加工の本日刊工業、新聞社。2010年13ページ。ありがとうございます。